私第2発電所と第3発電所のですね、事業出資者の代表をしております石油資源会社の石井と申します。どうかよろしくお願いいたします。網走のバイマス発電事業はここ3つの発電所がございまして、発電所3つの全体のですね、出力規模は約2万2000キロワットで、燃料はですね、すべて北海道産の出力を使って、まさに地産地消の発電所でございます。脱炭素社会に向けまして、バイマス発電所というのは、環境に優しい電力ということではございますけれども、バイマスは燃料木質チップということなので、安定して、電源を供給できるという大きな利点がございます。一番理想ですよね。でも地域で調達した地域で電力も活用いただいて、それが安定的に、持続可能な形で、構築されるのが一番理想ですよね。この事業全体で働いている従業員というのが約58名、その58名のうち33名が日本国籍、それ以外のスタッフにつきましては計10カ国の大学で技術ビザで全員迎え入れてエンジニアとして育てながらというようなことをしております。で、日本人の中でも33名働いているんですが、うち27名地元採用と、地元採用を中心としながら意欲高くこの発電再生可能エネルギーに対する思いがある社員を集ってですね、教育をしながらエンジニアとして育成していると。海外の方も、多いってことですけど、皆さんこちらに来られて文化の違いだとか、研修というか、技術を、さらに学ぶ中で、お家の環境とか、そういうサポートみたいなところっていうのは、いろいろご苦労されてるんですか？家につきましては、一つマンションを購入しまして、一部屋そうなんですか。海外これだけのスタッフがいますので、基本的に日本語では教育はしていくものの、英語での教育をしているですとか、環境面、生活面はそういう形でフォローはさせていただいています。向こうからどんどん燃料が落ちてきて、下の木越しっていうんですけど、下がこう動くんですよ。で、大体1時間くらいかけてゆっくりこっちに、最初乾燥させて、これ見える、その後燃焼させて、で完全燃焼させる頃には完全な灰になって下に落ちてくる。これがずれてくる。